みなさんこんにちは、横澤です。今日はですね、初めて中野区の自宅を飛び出してですね、友人のブランドの展示会にやってきました。記念すべき第1回のブランドは、実は私と全く同期、同じタイミングでブランドを始めた人で、学生時代とかもお互いいろいろ辛いことを乗り越えて今に至っている、いろんな話ができるデザイナーさんだと思います。じゃあ早速行ってみましょう。こっちです。失礼します。いました。わかりますか？ケイスケ吉田の吉田くんです。これ差し入れだよ。差し入れ多いな。ありがとうございます。なんか絶対お昼行く時間ないやつ。いやでもね、俺今日ちょうどタクシー降りた時に400円しかなくて、そこのケバブ買おうと思ったら買えなかったから、ご飯ないな。ご飯ないです。おにぎりとかもある。素晴らしい。そう。改めてですね、ケイスケ吉田の吉田くんです。吉田です。久しぶりなの、実はとても。そうだね、今年初めて。そうだね、ね、確かに。去年終わってた、うん。まずここ展示会場も広い、こんなにいっぱい作った。そうだね。すごい。今回めっちゃたくさん作ったの。すごい。ショーもね。そう、ショーがモデルさんがさ、いつも裏で着替えて2回ぐらい出てきたりするんだけど、うんうん、今回外の会場でミッティングルームがなかったから、もう全員一着でやった。すごい豪華なやつだ。 それをやったら、うん、同じズボンと同じ T シャツがたくさんできたの。いつもね、そう着回すことができるのね、アイテムが。そう、着回すからズボンは半分でいいみたいなところを、今回同じズボンたくさん作る。モデルさんの着替えがない分、そのモデルさんが全員分ボトムもトップスも作らなきゃいけないから、アイテムがたくさんあるということで。だから今回空張りが豊富です。なるほどね。今期のなんかテーマ、前回のコレクションのなんか半分ぐらい続きみたいな感じで作ってて、前回のコレクションの前の SS 俺発表しなかった、うんうんうん、でなんか1シーズン発表しなかったら、なんか5年続けてたことが止まったみたいなのに感覚で、あ、なんかちょっと心死んだなみたいな瞬間が一瞬あって、うん、ちょっと死んだ側から生を静かに見てみようみたいなテーマで1個前のコレクションを作った。このコレクションを作った後に、まあ、あ、でもちょっとミイラっぽかったね。そうそうそう、なんかね、それあるわ。私もじゃあ次ミイラみたいな格好になる。そうこれ可愛いもん。これめっちゃ可愛いね。これ前回のコレクションのやつなんだけど、可愛い。古着のリメイクで作って、その1個前のシーズン休んだから、みんなのコレクション普通に全部お客さんみたいな気持ちで、うん、超わかる。見るじゃん、うん。海外のコレクションとかも全部もうファッション好きの人みたいな感じで見てたら、その時期はすげえサスティナブルみんな行ってんなとか思って、じゃあとりあえず。古着とか見に行こうみたいな感じで、古着の倉庫めっちゃ一般の人みたいな。そうそうそう、その感じで見に行ったの。見に行った時になんか古着の山とか見て、いろんな問題とかにも俺もあんな感じになってしまうみたいな。なんかその古着の山になんか自分自身の心を重ねた。吉田の服がじゃなくて、うん、俺もあんな感じで恋されちゃうみたいな。不安になっちゃったのね、休んだことによって。そしたら、そこにある古着で一個一個でもやっぱグラフィックが面白いしさ、なんか柄を自分で作るよりも一個一個違うっていうのも面白いなと思って、なんか古着を使って、ちょっとギガした体のシェイプみたいなのを作る、死んだ体のシェイプみたいなのを古着で作って、その上に礼服を旧コレクションしたの前回。あー、すごい。これやっぱ聞くとやっぱりすごい、すごいですね。欲しくなる。すごい、これ聞くべきだね。なるほどね。ね、面白い。ね。そこからの続きとして、気持ち的にちょっと生き返ったと、うんうん、生き返ったけど、生きてくってなんだっけみたいな今回のテーマで、家にずっといたりしたからさ、コロナもあって、うん、なんか何に対して感情的になるとか、うんうんうん、なんかどういう瞬間にすごい情熱的になるかみたいなのをなんかちょっと考える瞬間があって、いつもはちょっと半年先の未来とかを考えながら作るけど、今回はどっちかって言ったら、なんか今生きてることそのものだなみたいな、なんかそこからのが生命力があるかもなと思って、
なんか今までの人生とか、なんか自分がコレクションやってきた柔軟シーズンを振り返りながら、やってきたことの積み重ねでの今みたいなコレクションを作りたいなと思って、振り返って今を作った結果、ちょっと前向きになったらいいなみたいなコレクションにしたいなと思って、やった。そんなコレクションだから、まあ、あと今回は最初からモデルを全部アジア人にしたいなと思ったりとか、すごい良かったよね。あと、モデルこっちも本当に良かった、うん、でも超楽しそうだった、みんなそれがすごい良かったね。それ本当に良かった、うん、モデルさんの個人のなんかインスタとかでも始まる前の写真とかやばい、超楽しそうだったから。いや、なんかね、あれ本当合宿みたいなショーだったんです。違うところでじゃあヘアメイクとかして、そう、原宿で朝集合してヘアメイクして、あんななんかウィッグとか作って、うん、そのままバス乗ってみんなで荒川に、めっちゃいい、荒川に行ったの。バスで荒川に行って、荒川の土手で、あの俺が運転した日本レンタカーのトラックの荷台でみんな着替える。やば自分で運転したのそうなの。いや、インターンのことかに運転してもらおうと思ったら、なんか中型免許の2トントラック運転できるのが10年前ぐらい取ったのかな、法律が変わったらしくて。そう、今準中型ってのは取らないといけない。あ、そうなん、俺しか運転できないじゃん。やば、ショーンと出されるか、かわいいけどさ、俺がこうやって運転して当日の朝にちょっとやることあるじゃん、その2トントラック運転してさすごいね、そういうとこがいいよね。でさ、ショーンの会に疲れたって言って運転して、まあ、自分が帰ったんだよ、運転して。そうしたらさ、疲れたしたらさ、バコンと電柱にすっちゃってなんかさ、そんなばっかなんか違ってばっかじゃん昔のね、学生の時のやってた絶命点の時も、絶命点の時も事故事故ってたよね。東京入園時の時も事故やばい、みんな疲労困憊で運転する。ほんと、あ、気をつけてくださいとダメですよ、みんな気をつけた方がいい。でもやっぱあの事故のレベルはどんどん低くなってるから、なんかプロ擦り傷危ないよ。でもレンタカーフルカバー0円いや、でも気をつけてほしい中型の免許がある人、悪くそはって人はぜひインターンに。そうだね、いいですね。多分ね、結構前に取ってるからなかなか同世代の子になる結構年しか見ない気使うわおーみたいな飲み食うみたいな。それで土手でショーやろうと思ったのが、うんうんうん、俺生まれが赤羽で育ちが隣町の十条なんだけど、うんうん、その地元の土手で子供の頃からよく行ってたし、僕デザインを思いつかなくなってひたすら歩くの。歩くタイプだ。ひたすら歩くタイプ。歩くタイプで十条からこうやって歩いて歩いてどうしようもなくなって、大体その埼玉県の目の前のそう、その橋でやったの。ね、その埼玉県の目の前のこの川を渡るといよいよ帰れなくなるぞってところで、土手でなんかちょっと考えてなんか思いついたかもつけて帰る帰ってきてちゃんと思いついたよ、それは。5分の1ぐらいなんかすごいその時もひらめいたとか思って家で書き出して、朝起きるゴミだなみたいなそよく、ね、そうそう、朝起きると大体あ、そうダメだなってなる、ね、情熱を模索したりとか、でもクリエーションの辛さみたいなのも含めて、うん、とかなんか自分の経てきた経歴とかも含めると、なんかすごいいい場所だなと思って、なんかクリエーションの苦しみも受け入れてくれる場所だし、でも若い頃からの自分のパーソナルな記憶もたくさんある場所だから、今回の荒川でやりたいなと思って土手の端の下で。これを聞いてからもう一回するの ね動画見たし YouTube 泣いちゃいますね私多分結構割とバックボーン知ってる方、そうだよね、本当にしんどい学生時代とかは知ってるから だいぶ来てしまいました、うん、今ちゃんとそのショーのリンクを載せておくので皆さん見てください。そうだね、今期のコレクションがどんな風にしてできたかって話を聞き、それを踏まえて、じゃあ吉田さんが今シーズン、うん、自分的におすすめとか、これはマジで気に入ってるとか、これは着てほしいみたいなアイテムを一つ紹介してほしい。一つ。いや、いくつかあって、まあ、この T シャツのコートは好き。それいいよね。これは2色あるの？これ2色。全部古着だから、実際にお店とかに出るのは黒だけど、ここら辺のプリントは異なってるってことですね。で、個人を出してくれた人とは前回からやってるのは、なんかまず古着を買いに行って、このたくさんの古着を全部一個一個物取りしてファイルにしてお客さんに送る、うん、どれ
使いたいですかみたいな1個だけ選んでもらって、うん、1個選んでもらうときに、なんか最近の服装の気分とか最近どんな趣味なのかとかを聞いて、じゃこの1個とその人の服装をイメージしながら全部デザインするっていうのめっちゃ大変じゃん。めっちゃ大変でもなんかねちょっと楽しかった。いや分かる、楽しいけどでもそのやり取りしたりさ、だって古着がさバッティングしちゃったりするから。あ、それはねだから一応あのメールでいついつから募集開始します、あ先着で、ね、早い順でだからそう第3希望は投げてもらう。なんとなくのメールとか、じゃあお店とかもそれ、お店とかに合わせて、そうそうお店さんはお店のイメージで合わせて。へえ。この店さんにはパンチ強めと、なるほどね、ここはちょっとエレガンスみたいなのは、ね、私もそういうのをすごい考えてやっていたから、そうらしいよね。うん、ここに来てるんだけどもいいもんね。いや、ほんとこれマジでいい、これの配置はマジ頭抱えるやつだったね。めちゃくちゃいい。そう、確かにね、ここが結構同じ色だから、ここにこれ来ることでめっちゃね、そうそうそう、締まってる感じ、かわいい。これは全部もともと黒い T シャツだった。あ、おブリーチで染めて、へえ。ブリーチしてから全部また同じ色にする。うん、黒い T シャツを最初に全部色抜く、うんうん、こういう色の抜き方があって、うん、全部グレーにしてからこんなちょうどいいグレーになるの。全部なったすごいね、うん、だって黒は黒でも多分なんか青寄りとか赤寄りとかいろんな染料があるから、まあちょっと違うけど、そうそうそう、でもこんな統一感が出るのね。そう、最初20着落として3個ぐらい、あこれは違う色になっちゃった、 あんまり違うのは。そうそうそう、なるほど、すごい。今期はあとなんかずっと家にいて、何してた家で。家でメルカリとヤフオクをずっと見てる。ああ、いいね、そこで買った良かったものとか。今日私服で着てるソロイストのコートとかいいね、ソロイストのコート見たい見たい。いつぐらいのやつなんだろう。めっちゃいいね、めっちゃタイトなの、かっこいいよね。いいね、いやマジかっこいいよ。かっこいいね、知ってるかね。あのその自分の好きなブランドとか、これあのヤフオクとメルカリのロッチリスト作るのが趣味で、うーん、ショップ感を求めてる。だからなんか例えばメルカリのロッチリスト作ってて、ちょっとラフシモンズが増えてきたからヴィンテージを増やそうって、あ自分のロッチリストの中でバランスを自分のセレクトショップにしてる。そうそう、これは高すぎるからやめようで、めっちゃいいじゃん。忙しくてさ、今回のコレクション前で終わってからログインした商品半分ぐらい返済してさ売れたとかちょっと悲しいみたいな。あ、自分の勝手に作ったセレクトが売れて、そうちょっと悲しいみたいになって、でも嬉しいと悲しいがどっちもあって、めちゃくちゃ面白くない。でまたウォッチリストを満帆に貯めるまでいろいろリサーチする。それ面白い。そう、いつもなんか上限が超えましたって。なるほど、え何件ぐらいまでできるの。100とかじゃない。それさ、私もすごいやってみたいなと思ってて、なんか何人かそういうデザイナーさんとかアーティストの人たちの架空ショップをメルカリのウォッチリストに作って、いや絶対おもろい。そう、いいよね。俺のヤフオクのウォッチリストやばい普通にイベントとしても、いや、やってみたい、そうやってみたい。なんか何にも利益ないよね。なんもないいやでも、俺それ本当にやりたくて、だから飲み会とかでたまにファッション好きなやつで飲んでる時に、俺もたまにこの小さいから見てって言うとあのすごいだれそうにされるから、それを楽しんで見てくれる人たちにもオープンしたい。え、それはいいと思うめっちゃ面白いと思う、ね、オープンしたいけどね。なんか新しいキュレーションの形じゃない、それ俺のアカウントがバレるっていうそうねめっちゃ買ってるからバレる。評価悪かったかもしれない悪くない評価はいい。ちょっとした出品してないし、あ、そうかやっててやっぱ楽しいわけよ。今服作るのがいろいろ難しくなってるし、皆さんにないぐらいパンチある服だったりとか、これは見た時にやべえなって思う服作りたいなみたいなのがあって、うんうんうん、ちょっと今回デザイン頑張りすぎた。うん、なんかめっちゃデザインされてると思ったもん。なんかこうシンプルなブレザーみたいなやつとか、ジャケットとか、うん、昔はそうだったじゃん、ね、最初。なんかそういうアイテムいっぱいもなと思って、全部すごい。プリモリになってるから、そうそう、すごいなと思って。本気はそういうチーズ、まあ、ここ最近そうかもだけど、本気は特にそう。なんかどっちもいいなと思って、例えば小沢さんみたいにさ、家に行った派生でホームウェアを作るっていうのもいいと思うし、なんかこんな時だから
パワフルな服を作りたいなみたいな印象とかがあったかな。ある。私も今あのこの間はそれでもすごいシンプルな服だったけど、今なんか本当にもう誰が着るのみたいなすごいスペシャルなピースとかを作りたくて、そういうのをやったりして、なんかその反復というか、こっちもありきで混ざるとなんか中和されちゃうから、うん、かどっちもやりつつでどっちも好きだなって思い、心の欲望がすべてになるよ。そうそうそう。俺も今来期も超プロダクト作りたい。プロダクト作りたい。プロダクトやりたい。やるか分かんない。プロダクト何作るんだろうね。分かんない。超プロダクションみたいなコレクションやりたい。いいね。バッチバチなのやりたい。いいね、いいね。どうしたい。急だね。急に買っちゃう。そんな感じだよね。そうだよね。またまだ他にもアイテムがいっぱいあるので、うん、私がちょっと見つつ、ワンルック勝手に自分に着るためにスタイリングを組んで着させてもらおうと思います。うん、この辺はグラス。これほどいてもいい？いいよ。はい。これじゃあさ、これで形縫い上がってさ、みんなこれを縛っているんでしょ？自分の体に合わせて縛れる。あ、なるほど。なるほど。すごい。ね、うん、でも縛ったら今度ほどくのだるいから、うん、後ろにチャックつけたの。ああ、本当だ。かぶりができるんだ。本当だ。え、なんかここ開けるの、あーってなるからだるいから、ここにもうついたもん、ジップが。あとなんか背中にチャック走ってるのかっけえなと。いや、めっちゃ吉田さんっぽいわ。いいじゃん。おろ吉田さん。中二が増してきてる。来年の1月で30歳を迎える。そうそう。20代最後の。背中にジップあった方がいいなって。はいね。今回さ、そういう最初の頃の気持ちすごいよね。めちゃくちゃいいね。このペットもそうだ。オンブレのチョックやばくない？これもう中二のさ、キャンプとか行くじゃん。ああいう時にみんな男子が、男子シャツとかで。やっぱレジンとかかっこいいって思うの。この生地選ばないよ。絶対選ばないよ。そうだよ。これさ、今回 のショーのヘアメイクでもすごい印象的だったけど、そうそう、モデルさんたちみんな、あれはウィッグ？あれはウィッグなんだ。それみたいなやつ。そう、なんかこの髪型の子がインターンに来たの。へぇ。なんかその緊急事態宣言で家にいるときに、なんかロンドンからインターンに来たいですみたいな連絡が来て、今見て。みんな家にいるけどみたいな。でなんかその子が日本人なんだけど、セントマに行ってる子で、中国にずっと育って、でそのままセントマ行って日本に帰ってきてるんですって言って、それ帰ってきてないじゃんみたいな。初めての日本じゃんみたいな。すごい。でなんか来てくれたんだけど、その家でずっといた時に、その応募があったところに載ってたインスタグラムのアカウント見たら、この髪型ってで、なんかその前も自分で基本髪を染めてるみたいな感じで、いろんなこういう髪型が乗ってて、ちょっとこれすごい今の気分にぴったりだなと思って、なんか一番最初にコレクション作ろうと思った時は、なんか現代におけるヒッピー像みたいなのを考えたところからやりたいなと思ってて、クリンチドラマを使ってたから、まあ、そこから2点3点してこうなってったんだけど、その中でこの子の髪型のなんか自由さもあれば、ちょっと懐かしさもあるし、なんかこの感覚はいいなみたいな思って、あの使ったの、本人に評価をもらったじゃん。で本人に色を全部決めてもらった。すごい、なんかそういうことからヒントを得ることもあるんだね。でしかもその現代におけるヒッピー像とかそのグランジみたいなのってすごいわかる、ね、絶対ヒッピーなの今求められてる、ね、でもあのこういうこう分かりやすいヒッピーじゃなくて、ヒッピーの難しいところはそこで、そうやっぱりリファレンスが強すぎるから。あの感じね。どうしても精神性だけでやろうとしてもリサーチしたら持ってかれちゃうじゃん。めっちゃわかる。俺最初持ってかれて軽い鬱になったから、こういうことじゃないみたいな。言葉にしちゃうとさ、クリエーションすごい難しいのは、言葉にしちゃうとその言葉に自分も引っ張られる、うん、だから最初にコンセプト決めすぎちゃって、そのコンセプトに自分が逆に乗っ取られちゃうときもある、うん、なんかそれと同じようなものがあったから、ヒッピーを一回考えないやめる。そうねでもヒッピーから始まって全然違くなって、最後ここ帰ってくると、俺がやりたかったことってこういうことだったんだみたいなのがデザインのいいところだなと思ってて、でも何にも知らなかったけど、見た時にヒッピーと思わなかったけど、
今のブランジのテイストとか自分のちょっとロックっぽい感じこじらせてとかも入っててありましたかね。昨日来てくれたお客さんから暗いのに軽やかなショーでしたって、うん、そういうことな気がすると。めちゃくちゃいいね。確かにね、なんかここまでこうなると逆にこう、ね、気持ちいい感じがあって、あでも本当にそうかもね。でこれがやっぱり行ってみたいの、さっきのおすすめだった、うん、それとでもさ、これを頼んでもこれを頼んでも結局この黒の色だったら違う、このグラフィックを千田さんとコンタクトを取って、そうそうなんとなくだよね、こうあくまでそのニュアンス的な部分でそうそうテンションがだからなんかその1枚とそのもらった情報で、ね、勝手に1回しか会ったことない人だけどこう一緒なのかなって想像して作るから、うんうんうん、めっちゃ面白いですね。服届いた時のさ、なんか感情がまたきっと違うじゃん。そういう石詰めのでこれ、なんか懐かしいでしょ。超懐かしい。このね、あ本当だ、このフォントでね、スウェットとかニットとか東京ちゃんと入ってる。石詰めのやってたね。石詰めで、あの S モードのそれこそ卒業コレクションに、うん、あの中学生の男の子にグレーのセットアップの中にグレーの T シャツ着てて、うん、ケースして10畳途中ジャパンから T シャツだったね。そうそうそう、金色のあれはね、白地に金とグレー地にシルバーの色に白地にあと赤に金もあったね。あったその時ね。そうそう、でなんか今回地元でやるし、なんか一シーズンみたいな気持ちもあるから、グレーのセットアップの中に着せる T シャツにはこの刺繍入れようみたいな思って、でのショーの4日前ぐらいに思い立って、ショーの前日に刺繍入れて、あーすごい。それはショーピースだからめっちゃ丈長いけど実際詰まる。やばい、めっちゃ丈長い、やばいかも、ごめんなさい。20センチ生地にプラス引きずる丈だ。そっか、長いもの。あ、じゃあこっちのにしようかな。これとこれか、あ、それねか、うん、これはさ、もうこのこれって感じで、そうだね、まあグレーの、でもあのコート着んの、そう全部グレーのかっこいいね、うん、私も思う。まあじゃあそうします。これで突き当たりの小部屋みたいな、はい。